最初の話題はこちら。オープンファクトリー購買校と連携して就活中の人向けの職場見学会が開催されました。これは普段は入ることができない工場を見学して職場のリアルな雰囲気を体感し就活の可能性を広げてもらおうと就活ファクトリー東大阪と購買移行実行委員会が今回初めて連携して開催したものです。自転車用チャイルドシートなどを製造する OGK 技研の本社で行われた見学会には20代から60代の現在就活中の7人が参加。はじめに OGK 技研製造部の金さんが業務内容などの会社説明を行いました。ただし、年功序列ではなくなったので、かけるバージョンがこちら。その後参加者はチャイルドシートやバスケットなど OGK 技研が製造している製品を見学。続いて工場で説明を聞きながら製造工程を見て回りました。最後に OGK 技研の社員を交えて座談会が行われ、参加者は見学会で気になった点や会社についてなどそれぞれが関心のあることについて質問していました。採用される側の声を聞くことができてとても参考になりました。外国人の私にとってとても勉強になりました。普段聞けない話を聞いてとても良かったです。こんな仕事があるんだなとかこんな働き方があるんだなというのをリアルを体験していくことが大事だと思うんですね。なのでいろんな会社を見学してなんか自分に合う企業というのを見つけていってもらえたらいいなと思います。